鵜の動きで来年の吉凶を占う鵜祭が今朝早く羽咋市の気多大社で行われました。鵜祭は国の重要無形民俗文化財に指定されている羽咋市気多大社の神事で、拝殿に放たれた鵜の動きで来年の吉凶を占います。去年は鵜が捕まらず開催が見送られましたが、今年は捕獲に成功し鵜祭を行うことができました。午前3時ごろ、多くの人が見守る中放たれた鵜、例年よりも羽ばたくまでに時間がかかりました。初めてでしたね、こんなに長く前進まなかった。慎重に前進めということを表してるのかなとも思えるんですけどね。役目を果たした鵜は海岸に放たれ、暗闇へと飛び立っていきました。